来たー。カトレアさんが実装されました。ついに、待ちに待ったこの日、この日のために石を頑張って貯めていたんです。絶対に引いてみせる。毎度のことなんですが、ガチャの時って本当にドキドキしますね。このドキドキがまたたまらないんですがね。ってなわけで、まずは、バディーズ技を見ていきたいと思います。はい、これはもう絶対に引きますわ。美しいカトレアさん、待っててねー。男は黙って単発ガチャ、単発で引いてみせますよ。私、頑張った。大丈夫大丈夫、まだ始まったばかりだ。石はまだたくさんある、いける。どんどん行くぜー。いくつに？さあ、来い、頼む。違うけど嬉しいよ。ことメモってなかったから、素直に嬉しいよ。でもね、今回は美しいカトレアさんを狙っているんです。止まるんじゃねえぞ。僕は一か、持ってなかったから嬉しいです。ポケモンリーグ四天王の一人さ。超能力の凄さ、教えてあげるよ。で、カトレアさん、まだですか？まああの人はネボスケさんですから、まだ寝てるのかもしれないですね。可愛いから許す。変態レスラー出た？結構好きなキャラなんですけどね。なんか、雲行きが怪しいような、いや、そんなことはない、私は欲しい、キャラは確実に引いてきたんだ、こんなところで終わらんよ。いくつに？慌てるな、まだ引ける。全部か、持ってないからよしとしますか。全部。本当の強さを極めるために修行中だ。あれ？これってまさかヤバいっすか？まだまだ。魂
魂込めて、とりあーい。あれ、おかしいな。今、石がついてたような。何はともあれ、まだまだ弾けるぞ。こんなところで諦める男じゃないんだ。一体君はどれだけ出てくるんだね。あれ、なんだか嫌な予感がしてきたぞ。いや、そんなことはない。信じれば弾けるはずだ。これやばくないですか。吐き気がしてきました。助けてくれー。本当に頼むよ。お願いします、神様。来たー、ついにカトレアさんか。けど、嬉しい。そうや、ミルマルはマジで嬉しいです。でも、本命はカトレアさんなんだよ。おお。やばいよ、もうちょっとしか弾けないよ。お願い神様、奇跡を。ここまで、ご視聴ありがとうございます。って、私はカトレア。来たー。地方四天王の一人。ここなら、私の求める極上の勝負ができるのかしら。マジか、震えてやがるぜ、俺の手が。いやー、来るものなんですね。
諦めていた矢先のことでした。ほんと、聞けてよかったそして、今回引いたバディーズもしっかり育成完了しました。いやー、よかった。諦めなければ引けるんです。では、ここまでご視聴ありがとうございました。ではまたー。